フィスカースは1649年にフィスカース村で創業されたフィンランドの一般消費材メーカー。大々色のハンドルを持つハサミをはじめ多数のブランド製品を傘下に保有している。本社はヘルシンキのアラビアンランタ地区にある。フィスカースの代表的製品である大々色のハンドル付きハサミ1649年。 ネーデルラント連邦共和国の商人ペーテル・トルボステは、直居場を得て、フィスカース村で航路を設立して、鍛冶屋を創業した。トルボステの会社は、フィンランド初の私有会社となった。航路は先鉄を製造、その後は先鉄を水車で駆動された、製鉄用のかまどに入れて、連鉄を製造した。フィスカースの創業初期には国、ワイヤー、クは、 連鉄で補強された車輪を製造した。18世紀末、近くのオリアルビで、銅鉱山が発見され、フィスカースの業務もオリアルビの鉱山で産出した銅の処理に費やされた。その後80年ほどの間、フィスカースの主要業務が銅関連のものとなった。しかし、19世紀にはオリアルビの銅鉱山が枯渇した。1822年、トゥルク出身の薬屋、 ヨハンヤコブユリンがフィスカースの村と製鉄所を買収した。この時期には製鉄所が発展しており、業務も主に鉄の処理に集中していた。1832年、フィスカースはフィンランド発のナイフ工場を開き、後にフォークとハサミも製造した。1915年、ヘルシンキ証券取引所に上場した。2015年9月には、ノーキア、バルチラ、 アップムと共に上場100年を祝った。フィスカースはそのハサミとハサミの橙色のハンドルで知られる。そのようなハサミが初めて製造されたのは1967年のことであり、プロトタイプではハンドルの色が黒、赤、緑、オレンジと4種類あったが、社内投票の結果オレンジが選ばれた。この色は後にフィスカースオレンジとして2003年に、 フィンランドで2007年にアメリカで商標登録された。1977年、フィスカースは国際進出のためにアメリカでハサミ工場を開設した。ワンタイムズスクエアのウォーターフォードクリスタルボール。正月の祝い用に設計された。2007年、フィスカースは、イッタラとエミール・ルボルニュを買収、キッチンウェアと食卓用製品。 および園芸用具産業に関する業務を強化した。2013年には食卓用製品業務への補足としてロイヤルコペンハーゲンを買収、北ヨーロッパとアジアの市場における立場も強化した。2015年、フィスカースは WWRD 関連会社及びそのライフスタイル贅沢品ブランドを買収した。フィスカースが生産するアメリカ海兵隊の残業専用工具フィスカース社には スペリビングとスペファンクショナルという二つの戦略事業単位があり、財務報告書でもリビング、ファンクショナル、その他と分かれている。その他には投資ポートフォーリオ、不動産、本社や部門共通サービスが含まれている。また、純売上高は、米州、ヨーロッパ、アジア太平洋の三部門に分かれている。スペファンクショナルは、家内と家の近くで使われるツールを生産しており、 フィスカース、ガーバー、ギルモア、ルボルニュなどのブランドを含む。スペーリビングは、食卓用具、贈答品、インテリアを生産しており、いったら、ウェッジウッド、ウォーターフォード、ロイヤルコペンハーゲン、アラビア、ロールストランド、ロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートなどのブランドを含む。フィスカースの製品は100カ国以上で発売され、WWRD の買収後には30。 過国以上で約8600人の従業員を有する。フィスカースの本社は2017年現在、ヘルシンキのアラビアンランタ地区にある。フィスカースによると、フィスカース産科にあるブランドの内重要な国際ブランドは夏季である。他にも夏季のブランドを所有している。日本法人、フィスカースジャパン株式会社は2017年9月に東京で設立された。 設立に伴い、ロイヤルコペンハーゲン及びウォーターフォードウェッジウッドの核、日本法人はフィスカースジャパンと合併し、両者の商品をフィスカースで取り扱うようになった。ありがとうございます。